競馬女子白雪のラップ分析重賞予想。皆さんこんにちは、競馬女子白雪です。この動画では今週末の重賞レースを一つ取り上げて予想していきます。白雪の予想スタイルは過去の走破タイムやラップの分析が中心です。重賞予想の他にも競馬の楽しさをゆるくお伝えするような動画をアップしていますので、皆さんにはのんびりまったり見てもらえると嬉しいです。まずは先週の結果を振り返ってまいりましょう。 G1 安田記念、嬉しい結果となりました。まず弱気の白雪の方は本命ソウルラッシュの副賞で3週連続的中。そして強気の白雪の方は3連複32.8 倍を的中することができました。ただ1着のロマンチックウォリアー、2着のナミュールはどちらも白三角だったので完全的中とは言い切れませんが、なんとかプラス収支にできたのでほっとしています。勝ち時計としてはほぼ想定通りでしたが、ペースとしては合計バランスになりました。予想では三浦騎手のウィン・カーネリアンが緩めずに逃げると見ていましたが、結果的には胴舟に先を譲る形になり、ラップとしても4から5波論目で息が入る形になりました。ただそれにしても勝ったロマンチックウォリアーは驚きの強さでしたね。宝塚記念に出ても面白いと思っていましたが、正式に回避が発表されたようで、また秋以降の走りに注目したいと思います。それでは今週の予想に参りましょう。今週は G3 エプソムカップを予想していきます。舞台は東京競馬場の芝 1800m。 レースの想定はご覧の通りです。馬場状態は良、引き続き高速馬場と見ていいでしょう。勝ち時計は1分45秒0、ややスローペースで後半の最速地点はラスト3波論目、11秒2としました。セルバーグが大外枠に入ったり、シルトホルンが逃げ宣言をしていたりするので、ペースを読むのはかなり難しいですね。さすがに超ハイペースの消耗戦や超スローからの瞬発力勝負というのは考えにくいですが、予想としてはある程度幅を持たせて考えていきたいと思います。全体の持ち時計としては最低限1分45秒台前半は必要になるでしょう。また府中の1008らしく、トップスピードやロングスパートなど後半の決め手を持っている馬を中心に予想を組み立てていきたいと思います。それではここからは競馬女子白雪の予想です。本命はアルナシームにしました。前走の都王子ステークスは評価できる内容だったと思います。京都の 1800m でスローではあったものの、前半4波論は47秒6とそれほど遅くはなく、後半4波論は45秒0、最速地点はラスト2波論目で10秒9と、全体の基礎スピードと後半のトップスピード、どちらもハイレベルなレースでした。アルナシームはこれを中段打ち目から進めて上がり3波論33秒2の末足で2着に入りました。前半から流れるレースでもある程度の位置を取れて、そこから後半にもいい末足を使えるという点は大きな武器だと思います。ハイペースのカシオペアステークスでも勝利しているように、前傾バランスになっても崩れません。課題と言われている左回りについても、走ったのは3歳の頃ですし、成長した姿を見せてほしいと思います。続いて対抗はマイネル・ケレリウスです。前走の3勝クラス、素晴らしい内容での勝利だったと思います。
東京の 2000m で勝ち時計は1分57秒8と G1 級のタイムで、ダノンザタイガーやドクタードリトルなどの好メンバーに完勝しました。前半ゴハロンは59秒1とある程度流れていた中でしたが、マイネル・ケレリウスは中段後方からレースを進めて、直線に入ってからは楽な手応えで伸び始め、上がり3ハロン33秒5の末足で突き抜けました。もともと後半の決め手は持っている馬でしたし、この時計で完勝できたことは大きな前進だと思います。重賞の舞台でどんな走りを見せてくれるか注目です。そして黒三角はルージュリナージュです。どうしても展開の助けが必要になる馬ではありますが、ハマれば面白い一頭だと思います。ユートピアステークスでは同じ東京の 1800m で素晴らしい末足を見せました。前半4ハロン47秒3とそれほど速くはない流れでしたが、ルージュリナージュは後方からレースを進めて、上がり最速33秒1の末足で前を捉え切りました。前走のビクトリアマイルでもハイレベルなメンバーの中で上がり最速を記録していますし、今回は3番枠といい枠を引けたので、マルタ騎手の印付きにも期待したいところです。そして白三角ですが、かなり力が拮抗していると思うので手広く行きたいと思います。中でも注目なのはグランディア。前走のスピカステークスでは最速地点がラスト1ハロンになったレースでしたが、その1ハロンだけで前をまとめて差し切るというかなり強い競馬を見せてくれたと思います。また人気が予想されるレーベンスティールですが、金量を考えるとそこまで力は抜けていないと見て抑えまでとしておきたいと思います。それでは最後に買い目の発表です。まずは弱気の白雪から。こちらは副賞でアルナシーム、マイネル・ケレリウス、ルージュ・リナージュの3頭を買いたいと思います。そして強気の白雪、こちらは3連複のフォーメーションで1、2列目にアルナシーム、マイネル・ケレリウス、ルージュ・リナージュ、グランディアの4頭、3列目に残りの白三角5頭を含めた計34点で勝負します。人気がどうなるかが読めませんが、後輩等も十分期待できると思います。以上、ご視聴ありがとうございました。競馬女子白雪頑張れと思ってくれた皆さん、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。